翔太さん、買えばええの。あ、買ってください。買えばええの、買ってください。全然買ってください、本当に。買ってくださいよ。うわ、ほんまに一週間ぶりやん、もう。一週間ぶりの配信ですよ、もう。びっくりするわ、もう。ついにね、僕のバリューがね、売り出されました。翔太さん、家長堀から近いのか。ね、車だと20分ぐらいですかね。貧乏トレーダーアットマーク THF さん、沖縄県。今日は大阪です。タコポンさん、 VALU って何？バリュー知らないですか？バリュー、僕のバリューは今あれですよ、現在地132円。僕5万バリュー持ってるのでね、換算額評価損益って出てますけど、658万4843円ですよ、僕の、あの、保有バリュー。バリュー、バリバリバリュー、なんか値上がりしてる。翔太さん、誰が買ったの？これね、買ったというかね、出来高ゼロなんで、まだ値段ついてないですね。うん、昨日のでも、開始評価額130円だったのが、128円まで落ちて、今132円まで上がってるから、うん、どうなんでしょうね。これ何で上がったり下がったりするのかよくわかんないですけど、とりあえず僕がね、今10バリューだけ売りに出してるんですけど、10バリュー、1バリューあたり 0.0001 円で、0.0001、ビットコインで売りに出してるので、多分ね、132円で買えると思うんですよ、1バリューが。うん。1バリューがね、132円、あ、132円、2円なんてね、うん。ちょっと売りに出してますから、僕は10バリューね。1バリューを10個売りに出してますから。うん、そうそう、658万です、僕。僕の評価額658万。貧乏トレーダーアットマーク THF さん、怪しいね。翔太さん、光のバリュー今いくら？光のバリューって出てしまう。太郎田中さん、要するに売買差額で儲けるんか。売買差額、ああ、結局は、だから皆さんはそういうことなんでしょうね。光はどうやって調べたいんやろ。これ昨日見ててんけどな。ちょっと調べ方が、僕もね、いまいちこれよく分かってないんですね。光で調べて出てくるのかな。太郎田中さん、まあ、めでたいこっちゃ。あ、カテゴリーとかで、調べた方がいいかな。確かに YouTuber のカテゴリーにおいて。タコポンさん、ビットコインみたいの。ビットコイン？あ、このバリュー自体はビットコインで買いますよ。太郎田中さん、おじさんは損失補填はしてくれるんか。なんで僕が損失補填なんですか。あ、また広告屋から営業電話来てるから無視しよう。タレントとかもね、あれですよ、誰やったかな。ホリエモンも売り出されてるし、タムケンも売り出されてるし、うん、タコポンさん、インサイダーで教えてください。そんな問題になっとったかな。それ思いっきり問題になっとったかな。あれ YouTuber ってどこにおんねやろ。 YouTuber 後ろの方じゃないのかな、前の方かな。あれおれへんな。マジシャンとかおるけど、ほんまかいなと思う。ファッションモデルとかもおるけど、知らんモデルばっかりでね、ちょっとよくわかんないですね。うん、一応、この間まで僕、ファイナンシャルプランナーやってたんですけど、田中さん、おじさん自身にはどういう利益があんにゃ。それはだって売れたら、あれでしょ、お金に換えれるんでしょ、わかんないですけど。光る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 。17歳の YouTuber とかこんなんいいよね。こいつ1313万円あるよ、17歳 YouTuber。 あっちゃん、マジか、すげえな。今井美奈ちゃん誰？かわいい。262625円。俺より安いやないか。URL。 俺より安いやないかい。俺より安いって、僕より安いって大丈夫ですかこれ。何その URL、 何、ちょっと待って。ちょっと待って、その URL は何、ちょっと踏んでみよう。ほんまや。あ、光る、ほんまや。すごい。このアカウントの出金を停止しています。どういうことかよくわからんけど。すごいな、単価7879円やって。あ、でも、発行 VA を5万、あ、でも725バリューはおるわ。すごいすごい。で、高値が11万8000円で。翔太さん、光る凍結やろ。すげえ、あ、凍結なのこれ。でも、売り買いはされてるよ、まだ。売買はされてるよ。ほら、ちゃんとチャートも、ロウソク足できてるよ。1時間足で。冷やしとか見れんのかな、これ。
あ、見れる見れる。週足も見れるよ、これ。すごいすごい。すごいな。あ、そんな見れんねや。へぇ。へぇ。すごいな。売りが10、14、17、20売りに出されてて、20売りに出されてて、買いが3つで出るよ。すごいな。かっこええな。ここまで来たらかっこいいよね。うん、僕のバリューはいつになったらそうなんの、ドベン下がってるやんけ。タコポンさん下がってるやん。え、下がってるやん。どういうこと、あれ何が。ちょっと待って、僕のバリューはどういうこと、僕のバリューはどうやって見たらいいの。ほら、だって何にもできてないよ、まだ。ほら、本日の残り取引回数21回も取引できんねんけど、21個も売ったらいいの、ずっと売っといたらいいの、死ぬほど売りに出しといたらいいの。でも平均単価が昨日よりね、4円上がってるんですよ。昨日の終わり値の段階で128円まで落ちたのに、今130円になってるか。これ勝手にあれじゃない、あの下手したら、あのビットコインが上がってるから値段、円換算で上がってるだけで。翔太さん、僕ちょんのバリュー欲しいやつおらん。おらんとか言うな。おらんからこそね、値上がりするかもしれないから、こういうのは買っといた方がいいんですよ。ね、欲しい人のばっかりね、あれですよ、あのそんな高いの買えないでしょ、ね、僕のバリューは今安いうちだからね、この時に唾をつけとくとね、すごい値上がりするかもしれないですよ。僕のバリューがこれ今130円2円だけど、これ11万になったらどうするんですかね。何倍ですか、1000万10万1000倍ですよ。1000倍、100円が10万になるんですよ。太郎、田中さん、ちょっと寝るわ、またな。田中さん、おやすみなさい。うん、そう、どう思いますか。ショーターさん、ここのみんなで操縦できるな。一応ね、これなんかコメント欄みたいなのを日々僕らが書けるんですけど、日々というか、まあまあまあ、毎回書けるんですけど、あの皆さんからね、あの買っていただいたこのバリューは、あの僕自身もね、他の人のバリューを買います。ね、その中でこのバリューの価格はね、もっともっとこう、なんていうの、あのなればいいと思いますみたいなコメントを書いてあるとか、堂々と書いてあるとか。タコポンさん、持ち数決まってるの。持ち数というかね、そもそもの発行数が、保有数、僕が5万 VA 持ってて、これを売りに出すわけです、最初にね。うん、だから、5万 VA しか、僕のバリューは、とりあえずは今のところ5万 VA しかないんですけど、あのね、これね、どっかで見たんですけど、分割できるんですよね。分割したらいくらでも増やせるのかな、それって。どっかで見たけどね、分割できる。タコポンさん、5万売れなかったらどうなるの。売れなかったら何も、あ、下がったよ、ほら、131円に下がったよ、今。僕の価値も下がったけど、656万に下がったけど。売れなくても別に何もならないでしょ。そもそもそれに僕がこれお金払って評価してもらってるわけでも何でもないし、まあ、これ売れたら僕がお金には何らかの形で買えるのかもしれないですけど。まあまあ、投資したやつをね、みんなでこう売買するだけの話ですよね。僕が何バリューなのかっていう、僕が何ビットコインなのか、イコール最終的に僕が何円なのかなんですけど、そのトータルが656万円で、それを5万 VA という単位ではあるので。タコポンさん、幽霊株みたいな感じ。幽霊株、ちょっと僕ごめんなさい、幽霊株はよくわかんないですけど、まあまあ株ですよね、うん、でどっかでね、分割っていうのができるはずで。ショーターさん、フェイスブックアカウントいるんかよ。あ、一応ね、これフェイスブックはいるんですよ。だからもう僕もしゃーなしで本名でやってるんですけど、あの横山緑とかね、ティロフィナーレ香川とか昨日あのアップされてましたけど、それでできんのみたいな。まあ僕も今更あの芸名はいいですけど、本名でやりますけど、的なノリですね。Facebook アカウントはいるけど、別に本名じゃなくてもできるみたいですけどね。Facebook アカウントを偽名で作ってしまえば、できるんじゃないかな。ただ、僕は Facebook の友達が5000人とかだったから、今回審査通りましたけど、一回落とされてますからね。うん、まあ当時も5000人おったんだけど、多分 Twitter とかその辺、インスタとかも評価されたんかな、今回は。前回落とされたのに、今回いきなり656万ついてるっていう。何がどうやって、何が前回あかんくて、今回何が良かったのか全く分かんないですけど、うん、まあそんな感じですよ。誰か買わへんかな。
まあ、これ操作できたら面白いんですけどね。そんなことよりもドル円上げてくれる早く。ドル円112円60銭待ってるやん、もうやめて、もうそれ。すごいな。これ売買されたら自動的に変わんのかな、画面。タコポンさん買い占めれば上がるんでないの。普通に考えたらそうですよね。普通に考えたら買い占めたら上がるはずなんですけど、でもそれだけの要素じゃ元々の値段もつけれないはずなので、なんかがあるんでしょうね。やっぱり社会的信用が落ちたらやっぱ値段が下がったりとかっていうのはあるんでしょうね。それをコンピューターが何で判断するのか分かんないですけど、ちなみにティロフィナーレ香川に至っては、あの YouTuber でもなくタレントでもなくニートのカテゴリーで登録しとるからね。え、ニートでもバリューできんのみたいな。それ認めちゃっていいのバリューもみたいな。だから誰でも多分今できるんじゃないかな。最初はちょっとあのハードルが高かったっぽいですけど、今ニートカテゴリーがあるぐらいですから、うん、本当は誰でもいけんじゃないかな。ちょっと ニートのカテゴリー見に行こうかな。このね、これ光は YouTuber でしょ。ここ YouTuber っていうのを押すとそのカテゴリーが表示されるんですけど、このカテゴリーの中にね、あ、分割ってここにあるんですけどね、分割。分割を最直近でした人の名前とかも見れるんですけど、分割ができるってことは、いくらでも株式数はね、増やしていけるってことですよ。このカテゴリーを見ると、このね、2ページ目だったと思いますけどね、ここにね、あ、1ページ目はフリーターか、2ページ目、ここにファイナンシャル、僕そもそも最初ファイナンシャルプランナーにしてたんだけど、コンサルタントに変えときましたけどね、もう。俺そもそもファイナンシャルプランナーでビタ1万儲けてねえわと思って、うん、どっちかやったらコンサルタントやろうみたいな、うん、そうそうそう、ノマドワーカーとか、あ、ほらここニート302人も登録されてんねんけどこれもうこの時点で誰でもできるやろみたいな、うん、なんか太郎田中さんじゃなくて力田中さんやったらおるけどこの人でもすごいよ。111万ついてる値段、ニートの方が111万作るって、やっぱね、ニートはやっぱり安いな、全般的。あ、でもこのニートさん、1235万ついてるわ。何 ?1235 万のニートって何な、すごい価値あるやん、このニートさん。すごいな。30万とか22万とかね。タコポンさん、本名なの。どうなんでしょうね、本名。まあ普通に考えたら Facebook アカウントと連動なので本名なんでしょうけど、こう見てると結構みんなね、あれなんですよね、芸名使ってるんですよね。名前を変えれるのか、ほらティロフィナーレ香川でいけてるでしょ、ティロフィナーレ香川、うん、でもこのティロフィナーレ香川2537万ついてる。2500万やから、2500万、僕600万なのに僕600万なのに2537万、マジか、うん、すごいな。深夜から今までずっとバリューについて調べてました。優待をつけたいのですが、うん、楽しても受けるこの生き方を嫌う人は苦手です全員をもとるわ大体全員をもとるわ。売りに出してんな、ちゃんと。すごいな、価格がそんなにもいろいろつけれんねや。だからニートでもできますからね、皆さんもぜひね参加してもらったらいいと思う。だからこれで参加して買ってもらってお金になって、入ってきたお金で人のを買って投資をしたら、投資ごっことしてはね、無限でこうあれじゃないですか、楽しめるんじゃないですか、自分のお金なしで。でお金がなくなって自分の VA も保有がやばいなーなってきたら、株式分割してしまえばいいんでしょ。で大量にこう VA を増殖させて、うん、桜子ちゃん可愛いな。よし、桜子ちゃんはウォッチリストに入れとこう。よろしくお願いします。バリを楽しみたいと思います。料理が得意なので料理系の記事が多くなると思います。生息地は渋谷原宿まで3度。東京かい。自宅にいながらイラストを描き、生活費を稼ぐのだ。ルンルンっていうね。
こういうのウォッチリストっていうのを登録するとね、ウォッチリストに登録追加されましたっていう、こういうのができますから、これができたから何なのかよく分かんないですけどそれをしたのから何なのか僕全く分かってません。はい、結構ね、いろんな人が、本名っぽい人も多いけど、やっぱりこう見るからに芸名というかね、偽名というかね、結構いてるので、誰でも何とでもなるんじゃないかな。でお金さえ入金しなければね、別にお金かかんないですし、自分のバリューが売れたら、その売れたお金を持ってまた人に投資をしてね、クル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 、この中だけで、まあ、みーちゃんかわいい、みーちゃん78万5千のみーちゃん、バリュアがまだいません、最初のバリュアになっていませんか。でもウォッチは24人もおるよ、この子そもそも売りに出しないじゃない、好きなものは体重計です、どういうこと人の見てると楽しいな、これ人の見てると楽しいな。あ、僕をウォッチリストに入れた人がいますよ、僕のことをウォッチリストに入れた人がいますよ、マジですか。どんな人か見に行こう。中川さんって人がね、僕のことをウォッチリストに入れてくれたらしいので、ウォッチリスト返ししときます。ウォッチリスト返ししときました。こういうのでね、輪を広げていくと何かがいいことが起こりそうなので、とりあえずはね、あの何でもそうなの、SNS と一緒で、こっちがフォローしとかないとやっぱフォロー返ってきませんしね。最初はいいんですよ、フォロー数の方が全然多くても、そのうち追いついてくればいいわけですから、フォロワーがね。だいたいだから僕ね、どんなやつもあのフォロー3に対してフォロワーが1ぐらいのね、インスタに至ってはフォローが6000で、フォロワーが800ぐらいしかないから、7対1、8対1ぐらい。美里吉田さん、ニートらしいよ。広告代理店歴もう7年目、クリエイティブな人、ニートちゃうやないか。まあね、ニートではないけどね、ウォッチリストに勝手に。大体あの顔の出てる女性の方をね、あのフォローしておくとね、いろいろいいことありますよ、後で。いろいろね、いろんな意味で。そのお姉さんの、その女の子にこう、あ、これね、塩沢まなみちゃん、すごいね、1732万。このお姉ちゃんの顔を見て寄ってきたね、男の人にも、あのなんか、ね、遠回しにアピールになったりとかあるので、大体最初はね、これね、あの可愛いお姉ちゃん狙いでいくんですよ。出会い中と呼ばれようが、なんて呼ばれようが、ね、可愛いお姉ちゃんをたくさんフォローしとけば、ね、そこに群がる男、野郎どもにも、まあ、宣伝というかね、できるし、ね、そういうチャンスが広がるわけですよ。大体僕はそうやってフォロー数をね、広げていってます。僕ちょんツイッターも今フォロワー850ぐらいあるからねこれで850もおんのみたいな。岡山ゆかちゃん、いいね、こういうのいいね、こういうのいいね、こういうのね、こういう子をフォローしておくとね、いいことが、いろいろといいことがね、いろんな意味でいいことが起こりそうでしょ、それはまたね、今後配信でもね、皆さんにお伝えしていければいいかなと。この後ろ姿だけはちょっとな、あんまりやな。まあ、やっぱりね、名前だけお姉ちゃんよりも、やっぱりね、あの顔もお姉ちゃんの方がね、大体男が多いな。シャツ1枚仕入れとこうか。そうそう、大体ね、エロいお姉ちゃんとかいいですよね。まあ、あんまエロすぎるとしんどいけど、結構ね、こう、ビエロぐらいの、こうね、こうフォローしておくとね、それに群がる野郎どもが引っかかってくれたりと、そこから宣伝が広がって、ね、もしかしたらリアルビジネスにつながるかもしれないですからね、つながらないですけど、大体はね、そんなことを期待してたら、あのいつまでたってもね、ビッグになれませんからね。あ、これは微妙やな、594万円か。ちょっと待って、見しとこうか。僕のタイプではないな。タイプではないとか言ったら怒られるわ。これもちょっとちゃうな。まあ以上かな。あ、まだまだある、13ページある。大阪に遊びに来た時に撮ったんですかね。
に遊びに行った時にメモ取ったんですかね。まあそんな感じです。なのでね、ぜひね、皆さんもできればね、Facebook からね、バリュー登録してみてはいかがでしょうか。現在の私の価格は、時価総額は657万8855円、ね、現在地が132、5万部家を私一人で保有しております。一応ね、今10バリューほど売りには出してますので、まあ、1バリュー132円ですから、ね、まあ、ご興味のある方はぜひご購入。あ、131円に落ちちゃった。そうね、瞬時で落ちんねんな。まあね、いらっしゃればね、ご購入いただけたらいいのかなと。そんなことよりドル円上がった？全然上がってないやん、ドル円。もっと上がってドル円。ちょっとドル円ちゃん。ちょっと115円ぐらい行ってくれへんかな。115円、2円上がると2万円の 5×5 で10万円。まあそれでも10万しか儲かれへんの。FX も儲かれへんよね。FX って儲からないっすよね。うん、リスクでかい割には全然儲からないんだけど。うん、あれ、Twitter URL 乗っけてるやん。あ、ツイキャスの URL 乗っけてなかったってことか。そういうことか。懐かしいな。久々にフワチ帰ってきましたよ、フワチに。足痛いわ。ちょっと足痛いんですけど。で、いつになったら車売れんのこれ。もう問い合わせばっかりで全然売れないんですけど。海外からのメールって冷やかしばっかりなんこれな。お試しでなんか問い合わせしてんのこの人ら。いくらすかみたいな。書いてあるよ値段みたいな。条件交渉だけど、ね、山ほど来るんですけどね、うん、そっから進まないんだけど、ちなみに今日はブランドオークションの方も入札してみたんですけどね、落ちなかったわ多分。Google のお知らせって何？まだ YouTube バンなの？いつまでバンなのよ。チャンネル登録者数はね、61人まで上がってるので、ね、まあぼちぼちなんですけど、まだバンだわ。いつまでバンやねん、もう。2週間経つんちゃうんか、これ。21日、28日、もうそろそろやろ。何日バンなの？ 15 日バンとか、2週間じゃないの？いいんですけど、別にそんなに困るわけでもないし、別に僕 YouTuber って言っても YouTube だけの収益で飯食ってるわけじゃないから、っていうか YouTube からまだ金振り込まれたことねえし、30円しか何やったあの33円みたいな、何のお試しやねんみたいなね。全然動画再生されてないやん、これやばくない？競り開催中なんや。マジか。え、開催中？どういうこと？足痛い。足痛いわ。これか。終わっとるやないかい、セリン。
しだ。ね、エルメスのね、あの財布を買おうかと思って、エルメスのね、財布をね、買おうかと思って入札したんだけど、見事に落ちませんでしたよ、これ。スタートの7000円で、8000円で入札してたんですけど、2万5000円もしやがる。マジか、2万5000円もすんのかよ、これ。マジで？まあ、C 級品なんでね。そんな全体的にもヨレスで汚れ、ね、劣化、シワ、擦れ傷、色あせ、変色、ひび、剥がれ、縁切れ、色汚れ、押し跡、くすみ、擦れ傷、剥がれ、ね、劣化、ひび、めちゃめちゃ汚れてる。もう僕パッと見綺麗だけどね、普通に使ってたらこれぐらいになるでしょっていうね。でもこれ普通に買ったらこれ、エルベスって書いてあるんで、エルメスやんね、エルベスって書いてあるんで、エルベスって何、エルメスやろ。え、そもそもこれ偽物？いや、大体この辺の楽天の相場を見ると今のタイプで言うと中古品でも7万円とかね、8万円とか、普通に小学4万円とかね。中古の財布が、中古の財布ですよ、新品ちゃいますかね、中古ですか、中古の財布が26万円すんのよ。はあ、マジか、9万円とかね、誰が買うのこれみたいな、うん、まあまあ全部それがね売られてるわけですよ、中古市場では。すごいよな。まあ2万5000円か、もうちょっと頑張って落とせばよかったかな。3万円ぐらいで買っても4万円で売れりゃ1万円も OK やったんや。氷流せたらいいけど、結局ね、業者間オークションで落としたところで業者に売るとなると下手するとね、高値買いになっちゃうからね、こっちが高買いしちゃったら何の意味もないからね、この、うん、そんなことで僕のバリューが値上がりしないんだけど、誰か僕のバリュー買ってよ、バリュー、僕のバリュー買ってよ、バリュー657万円分バリュー買ってよこれ657万円今もらえたら美味しいよな。これでもこんなんでほんまにすぐにこれが換金されてしまうと、あれじゃない、一人でなんか多数アカウント作るやつが出てきたりとか。あ、でもアカウントをたくさん作る意味ないのか、分割してしまえばやもんな。今まだ5万 VA しかないけど、分割していけば総額は変われへんけど、発行株数というかこの保有数を倍には出て、でかくはしていけるよね。ただそれがいつのタイミングでどういうあれでできるかっていうのは分かんないけど、あー足痛い、もうたまらん。まあそんなこんなでね、こんな適当でも20人くんねん、すげえな。やっぱフワチ楽やわ。もうツイキャスなんか一枠やっても3とかやからね。トータル3やからね。合計3やからね。瞬間なんか1、2、大体0が多いから。こんな感じです。